が整ったようですので始めていただきましょう。興南高校中学校ブラスアンサンブル部の皆さんです。よろしくお願いします。興南高校中学校興南ブラスアンサンブル部ケビ2019です。1曲目は920スペシャルをお送りしました。僕だって明日しか行ったわけなんですけども、まあ
ですね、明日しっかり来たっていうのをさっき打ち合わせでこのタイミングで話そうって言ったのにさっき言われてしまったんで、ごめんなさいねということでちょっと変わりまして早速次の日も参りたいわけではないけれども、はい、準備大丈夫ですか。もう皆さん準備、あ、島崎くん大丈夫ですか。スイートロー、あ、水野でいいよあ、大丈夫。はい、じゃあ、続きまして、カウントベーシーのナンバーから、リルダーリンをお送りしたいと思います。
コントランペット山勝利。僕たち、秋に、ここの隣のホールで、演奏させていただく機会がありまして、ここの6アインっていうのはすごいイベントものがたくさんあって、今春じゃないや秋と冬と2回連続来てるんで、春と夏ですね、主催者の方いらっしゃいますか。ハルトナッツ連覇かかってますんでお願いします。よろしくお願いします。またですね、今僕と一緒に喋ってる、トランペットの、トランペットの、ジョン・ショーリーはですね、最近楽器を新しいのにね、変えられたそうですね。バックのいいやつで、先ほどね、ソロをしていただきましたが、前使ってた楽器はとはね、ちょっとサウンドが違うんですけれども、いかがだったでしょうか。ありがとうございます。ちゃんとお礼言いましたか、お父さんお母さんに。言ってるって言ったんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、準備が整ったようなので、次の曲に行きたいと思うんですけど、次は、中学1年生と、2年生を、中心とした、バンドでお送りしたいと思います。ベースちょっとでかいですね。何年生？高校1年生。大人のことなんで。では一応、じゃあ紹介しておきますか。高校1年、オンベース、大塚敦史。それでは、次に参りたいと思います。じゃあ、
大変お送りしました。そうですね、はい、そうですね、次の曲、早速はいかないんですけども、もうちょっとしてから次の曲行こうかなと思うんですけど、次の曲の名前が Saving All My Love For You。 これどういう意味なんですかね。これ僕全然わかんないんですけど、セービング、まあ、守る All My Love、 私の愛をあなたにね、まあ、英語は弱いな。英語はね、ちょっと裏番の人たちみんなね、大体英語弱ってですね、まあ、はい、こんにちは。かわいいね。かわいいリュックね。はい、それでは、今日は、冬の音楽祭ということで、まあ、冬には、ちょっと痛いなんじゃないでしょうか。中二のアルサックス、アズガミハヤト、チーテンズ・ジャパン、中二でご覧いただきたいと思います。Saving All My Love For You。
マウスピースも買いましたね。まあいい感じで、頑張ってくれてるので、はい、とても助かってます。はい、そうですね、まあ皆様と音楽を通して時間を共有するというのはすごい時間を早いもので、次の曲で最後になってしまいます。そうですね、まあ最後なんで先に少し紹介します。オンピアのもので西田雄一、まあ見た感じ、まあ一応次の曲が一応最後になってるなってますね。一応ですかね。次まあ僕らラストなんで、あれかもしれないですね。一応ラストの曲、はい、一応ですね、はい、ラストの曲大丈夫ですか。それでは最後の曲も会いたいと思います。さっきでフォローネットマン、ということで、はい。
マジで、まあ、本当に最後に言う一応じゃなく、本当にです。じゃあちょっと、ね、時間があるんで、なんか喋りましょう、喋りましょう。僕たちの学校もですね、明日から、まあ皆さん嫌いなテスト、明日から1週間前ですね。はい、まあ皆様から見て左手のトロンボーンの方ですね。本来ならばテストの平均点が低く、これない確率が高かったのにもかかわらず、なんと先生を説得し来たということで、次のテストの意気込みを。急に説明されたんで、何が分かんないですけど、とにかく目標は一応60点ぐらいだと思って、低いです。みんな基本的に全然勉強しないんで、まあね、2週間前から始めてる人とかいますか？ゼロ。じゃあもう勉強始めてるよって人。おお、おい。はい。じゃあもう、はい、もうちょうど前。次の曲で最後です。ソロ、それ以上先に紹介します。オンドロンボーン本村健斗、オンドロンボーン山本勝利で、お送りしたいと思います。湖南、高校中学校、ブラスアンサンブル部、KB2019 でした。では、最後に、次の曲で最後の曲をしたいと思います。エイプリル・イン・パリス。Thank you.
中学校警備、ブラスアンサンブル警備2019でした。ありがとうございました。